国民新党の亀井代表は、事業仕分けなど政府が進めている来年度予算編成について、連立3党の党首による政策委員会を開くよう求めました。政策基本委員会開いてくれと。いうことを私は菅さんに今日電話で話しました。体育館であんだったあんなあなた方監視のもとでやってるからと言ったってね、そんなパフォーマンスやればさ、いい予算ができるもんじゃないよね。抗議を受けて事業仕分けの作業グループには国民新党からも参加することが決まりました。しかし亀井代表の不満は収まらず、党首クラスの協議に持ち込む考えを強調しました。